おーに来はったよ、来はったよ。年老いた母を訪ねるのは愛情より義務感だった。今スープは、うん、細い濁ったようないくら北朝鮮で苦労してる言うても主に十分もう送ってきたから、主には永遠に生きてないやんか。母が重く負担だった。怖かったで、チェジュ島の重荷たちたくさん殺されるで、あちこちから射撃の音がバーンバーン。もう4、3事件の話するようになって毎晩屋根に寝てるんじゃ。アボジ今起きたん？アボジは朝早く出かけましたよ。ありがとうございます。主に結婚したの何歳やったっけ？22。すごい、452やで。なん知るな、おまるまに立てはぬんで、ねおぱたぽねばぽりょんないぞ。一人娘やからね、ちょっとわがまま育って。いやいや、そんな。よろしくお願いします。スープ美味しそう。こうしたらちょっとタコは。